今日の中継は新潟市中央区の南磐梯に先週3日にオープンしたばかり大島ラーメンのお隣の冷凍グルメショッププッシュハウスさんにお邪魔しています。こちら3階建ての建物の1階部分が24時間無人で本格的な冷凍グルメが買えるショップになっていまして、なんと合わせて10台もの自動販売機が揃っているそうなんです。早速お邪魔してどんなものが揃っているかご紹介していきましょう。まず入ってすぐのところにはなんと馬刺しのユッケやすき焼き用のお肉などかなり高級食材が揃っているんですよ。なかなか自動販売機で見ないですよね。さらにこちら側にはコロナ禍でかなり増えましたね、本格的なラーメンですとかこっちり系の餃子、お好み焼きなどのメニューが揃います。そしてお店の一番奥にはですね、お弁当の販売もあるんですよね。ただこれ普通のお弁当とはちょっと違います。なんと筋トレやダイエットをしている方向けの栄養バランスもしっかりとれたお弁当になっているということなんですよ。今映っているのが女性向けの少しボリュームを抑えたもの、そしてあちら側が男性向けのしっかりとタンパク質や糖質取れるものになっています。さあ私も今日はねこちらの女性向けのお弁当を買ってみようと思うんですが、はい、まずお代の1000円を自販機に入れまして、はい、よ入っていくかな、だいたい1000円なの、私これ苦手なんですよね。あ入りました。さあどれにしようか迷いますが、このふっくらガオの最強焼きセットを頼んでみたいと思います。ではこちらのパネルでボタンを押すと買うとなって、さあ出てくるでしょうか。あ光って、すぐ出てきました。もう飲料の自販機と変わらないくらいですね。さあパッケージはこのようなプラスチック製の容器になっていて、このままお持ち帰りもできるんですが、実はこの建物の2階にイートインスペースがあるということで、今日はそちらでいただいてみたいと思います。ちなみにこのお弁当は一膳で375キロカロリー、かなり低カロリーに抑えられているほか、タンパク質もしっかり取れるそうなんです。でもどうしてこのようなお弁当を用意してあるかと言いますと、実はこの2階の上3階がパーソナルジムになっていまして、そのジムの利用者の方にもしっかり栄養管理していただきたいという狙いで設置してあるそうなんです。さあイートインスペースに着きました。しっかり手指消毒をしまして、カウンター席がこのようにしつらえてあるほか、こちらには電子レンジが2台あるんですよね。ここですぐに解凍してお弁当をいただけるようになっています、さあ今日は中継のために事前にお弁当を温めていただきました、こちらがふっくらガオの最強焼きセットです。よかったね、誰かに食べられなくて。ではでは私が試食をさせていただきますね、はい、よいしょ。ああちょうどお腹が空いてくる時間帯ですよね、ではいただきます、はい、何が入ってるんですか。すごくねもうお魚の香ばしい香りがするんですよね。あ身も柔らかい、すごい大きいね。いただきます。身が入ってましたね。その煮付け、最強、最強、すごく風味も良くて、身もふっくら柔らかです、美味しい。そしてご飯が玄米なのもダイエッターには嬉しいですよね。いいですね、さあ今日ご紹介できなかったものもたくさん他に豊富に揃っていますので、ぜひ冷凍グルメ一度試してみてはいかがでしょうか。今日はプッシュハウスさんから中継をお伝えしました。